オールドビッグシアター、英語、ザ・オールド・ビッグシアターは、イギリス・ロンドンにある劇場。最寄り駅は、ウォータールー駅。1818 18年設立と非常に古く、ロイヤル・コバーグシアター、ロイヤル・ビクトリアンシアター、そして、オールドビッグシアターと名前が変わっている。1929年には、ジョン・ギール・グッド率いるオールドビッグカンパニーが、設立され、 シェイクスピア劇に力を入れるようになった。また、1960年代には、ローレンス・オリビエの国立劇場劇団がこの劇場を本拠地とした。主に、ストレートプレイを上演し、これまで、リチャード・バートン、アレック・ギネス、ピーター・オトゥール、マギー・スミス、ジュディ・デンチ、イメルダ・スタウントンなどがこの劇場の舞台に立っている。一時倒産の危機にあったが、 ケビン・スペーシーが資金を提供し、現在は彼が芸術監督を務めている。理事には、エルトン・ジョンやスティーブン・ダルドーリー、リチャード・アッテン・ボローが名を連ねている。スタッフ、ケニー、シーン、1932から1973、ナショナルアート・ライブラリー・カタログ、ビクトリア・アルバート博物館、2009年1月11日閲覧。ありがとうございます。